ヘンリー・ベンジャミン・グリーンバーグは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の、元プロ野球選手、一類種、左翼種。ニックネームは、ハンメリン・ハンク。MLB における、最初のユダヤ系、スター選手として知られている。1947年、ジャッキー・ロビンソンが、黒人初のメジャーリーガーとなり、多くの人種差別や嫌がらせを受けたが、 グリーンバーグも多くの圧力を経験した。骨折や、第二次世界大戦による従軍により、シーズン通じてプレーしたのは9シーズンだけであるが、通算331本塁打、1276打点を記録している。そのため、現役離脱がなければ、500本塁打、1800打点以上は記録できたと、される。 ニューヨーク州ニューヨークのグリーンウィッチビレッジにて、ルーマニアからの移民である、ユダヤ人の父デイビッドと母サラの間に誕生した。兄弟が多い家庭で育ち、4歳年上の兄、ベン5歳年下の弟、ジョー2歳年上の姉、リリアンがいた。兄のベンと弟のジョーは、ハンクと同じく野球をしていた。ブロンクスに移住後、 ジェームズ・モンロー高校とニューヨーク大学を経て、1929年9月に、フリーエージェント選手として、デトロイト・タイガースと契約を結んだ。1930年、マイナーリーグのラレー・キャピタルズとハートフォード・セネターズで、計139試合に出場し、打率30。303.272塁打、163塁打、21本塁打という打撃成績を記録。 高い打力を発揮した。守備面では2チームで、計138試合のファースト守備につき、25、失策、守備率、981という成績に終わり、接種だった。当時、グリーンバーグは19歳であった。合電者のグリーンバーグのカード1937年のオールスターゲームにて、 従軍時のグリーンバーグピッツバーグパイレーツ時代のグリーンバーグ1948年当時クリーブランドインディアンスのオーナーであったビルベイクからチームのファームディレクターとして雇われたその後1950年にはファーム組織のゼネラルマネージャーに就任しチームの再建及び1954年のリーグ制覇に大きく貢献した その後、シカゴホワイトソックスの共同オーナー及び、バイスプレジデントに就任した。ホワイトソックスのフロント在籍中の1956年、場の電動入り投票にて193秒中164票の賛成票を獲得し、得票率約85%でアメリカ野球伝道に選出された。9年目の挑戦での選出であった。 1959年、ホワイトソックスはリーグ制覇を果たし、インディアンス時代に続いてチームの躍進に貢献した。1963年、インベストメントバンカーに転身し、野球界から完全に身を引いた。1970年に勃発したカートフラッド事件では、ジャッキー・ロビンソンやビルベックラと共に、 選手側の承認として法廷に立ち、カート・フラッドを擁護する立場を取った。グリーンバーグのタイガース在籍時の背番号5。デトロイト・タイガースの永久欠番に1983年指定。引退後も健康体で過ごしていたグリーンバーグだったが、1980年代に入って、ガンが進行した。1983年。 現役時代の大半を過ごしたタイガースで在籍時のセバイン号5がかつてのチームメイトだったチャーリー・ゲーリンジャーの2と共に永久欠番に指定された。その3年後の1986年9月4日、カリフォルニア州ビバリーヒルズで成去75歳だった。グリーンバーグの墓はカリフォルニア州ロサンゼルスにあるヒルサイドメモリアルパークに建てられている。 ジョーディ・マジオはグリーンバーグについて以下のコメントを残し彼の打棒を高く評価していた。以上、いずれもアリーグで記録。1930年は背番号なし。ありがとうございます。